蘇我助成は、鎌倉時代初期の武士。蘇我兄弟の仇討ちで知られる。安元2年、助成が5歳の時、実父、河津助康が、諸領相族をめぐって揉めていた同族の工藤助常に暗殺された。その後、母が自身と弟を連れ、相模国蘇我僧の領主、蘇我助信に再火した。後、養父、助信を、エボシ親に元服して、助成を名乗り、 ソガの家徳を継いだ。ただし、アズ鏡では、スケノブには、戦災との間に、実主の広綱がおり、彼が家徳を継いでいる。その後は、北条時政の庇護のもとにあったという。スケナリと弟、時宗は、厳しい生活の中で成長し、狩りの群れになき父を慕ったと伝えられる。研究四年五月、スケナリは、時宗と共に、源頼朝が開催した。 富士の巻狩りに参加した。蘇我兄弟のあだち同年5月28日、蘇我兄弟のあだち事件は、富士の巻狩り最後の夜に起きた。東ずま明28日上には、蘇我重郎介なり、道五郎、時宗、富士野の神野のご旅館に、水産し、九藤左衛門の城助爪を殺戮すとあり、蘇我兄弟は、富士野の神野のご旅館に押しかけて、九藤助爪を撃った。 この時酒の相手をしていた大刀内も撃たれた。そばにいたて、腰塾と木瀬川宿の遊女は悲鳴を上げ、この一大事に現場は大騒動となった。この後、月成は駆けつけた、助継の部下の新田忠常に撃たれるが、時宗は頼朝の御前を目指して、向かってきた武士たちをことごとく倒して、頼朝の宿所に押し入った。しかし、 よりともの宿所の中にいた五世五郎丸は時宗の身を一人で取り押さえた。あだちの翌日である二十九日によりともは時宗の尋問を行い、有力御家人らがそれに同席し、その他多くの者も軍賛した。尋問を終えたよりともは時宗の勇士から有名を提案するが、助継の子である犬ふさ丸の訴えにより当日教主、された。蘇我五郎 蘇我重郎その後、すきなりの妾である虎という名の多いその遊女が、召し出されて尋問されたが、無罪だったため放免され、箱根で、すきなりの供養を営み、スキなりが、最後に与えた足毛の馬を捧げて、出家をげしなの吉光寺に赴いた。また、出家して、立志と合していた、すきなりらの末弟が兄たちに連座して、鎌倉へ呼び出され、天縄で自害し、 スケナリラの同福の兄弟である原小次郎がこの事件に連動して失脚した源の乗り売りの縁座として処刑されている。蘇我十六首塚、蘇我氏は官武兵七橋の支流であり、和助家が相模国蘇我総を本拠として蘇我氏と称したのに始まる。蘇我兄弟の子孫は室町時代に足利将軍家の奉公衆となり、室町幕府に仕えた。 足利義明の近所に蘇我聖助がいる。蘇我助成は、能や歌舞伎の蘇我兄弟の仇だちを主題とする、蘇我者に登場する。蘇我助成は、浮世絵の画題の一つである。以下は、蘇我助成が描かれた浮世絵である。ありがとうございます。